けて今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、先日行われました超重心祭、こちらのですねゲーミックスさん企画の対決で、なんとなんとなんと私がですねビリケツ一番気が悪かったということで、今日は18金丸々を食べるという罰ゲームやっていきたいと思います。というわけで18金丸々18金カレー、こちらを罰ゲームで食べさせていただきようと思います。感じた、ワーニング、警告、必ずお読みください。辛すぎますので18歳未満の方は食べないでください。この18金の由来ですね。高血圧、体調不良、胃腸の弱い方は絶対食べないでください。どこのディズニーランドのスペースマウンテンだみたいな感じですけどね。辛さに弱い方はもちろん、強い方も注意してお召し上がりください。体質に合わない場合は直ちに食べるのをやめてください。やめよう、毎日目に入った場合には体調の水で洗い流し、直ちに医師の手当てを受けてください。自分で食べる他にイベントの景品や罰ゲームまたは好きな上司へのプレゼントをどうぞ。好きが反対になってますね、ここ分かる、好きがはいはい、ということで今日はこちらを食べてみたいと思います。大丈夫かな。はい、というわけで出来上がりました。カレーでございます。見た目はね、全然普通のカレーですね。ちょっと匂いはスパイシーですね。でこれとかほら見て見て、めっちゃ唐辛子っぽいの入ってるんですよね。いやー、ぶっちゃけ全然お腹空いてないんですけど、とりあえず行ってみたいと思います。では罰ゲーム18金まるまるいきます。どうしよう、辛かったらもうちょっと少なくしようかな。嫌だな。あ、痛い痛い痛い。お、ちょっとあ、痛い、あ、痛い痛い痛い。なんか一気に血汗が出てきた。これはやばい。せっかくなんでちょっと切ってみますか。あ、痛い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 。はい、というわけで18金カレー、だいぶなんか違う、辛いじゃなくて痛いです。汗がすごいですというわけで、さあ撮影終わった後に美味しくいただこうと思います。頑張って美味しく頑張っていただこうと思います。はい、というわけで今回はゲームXさんの企画負けちゃったんですけども、またあの企画あったら参加したいような、辛いしたくないような感じですが、もしよろしければ試してみてください。楽天さんで買いました。ということでまた見てくださいね。バイバイ。